スマトラ島沖地震により津波被害を受ける前のカオラックビーチカオラックはタイ南部にあるビーチリゾート。カオラックはプーケット島の北約 100km パンガー県タイムワン郡のカオラック村からタクアパー群のラムル村、クッカー村にまたがるカオラックイコールラムル国立公園の周辺の地域の一般的な総称。名称は近くにある山カオラックにちなむ。 スクーバダイビングのスポットでもある。カオラックビーチは南北に伸び、海岸は西のアンダマン海に面している。ビーチには砂浜が広がり、南国風の木々が立っている。ビーチとほぼ平行に道路がありその東側には、ホテル、売店などが並ぶ。島の経済は、売店、レストラン、ホテルなどの商業によって成り立っているが、一方で、郊外、丘陵地では、 ゴムの木、油やしなどの農業も行われている。2004年12月26日に起こったスマトラ島沖地震による津波がカオラックビーチ一帯を襲い、一部地区を除いてほとんどの宿泊施設が壊滅的打撃を受け、タイ国内では最大の被災地となった。カオラックにいた外国人を含む最低770人が死亡したとされる。 最終的には2000人の死者が出ると予想されている。また、現代国王ラーマ9世の孫であるプムジェン選手も家族と共にカオラックを訪れていたが、津波に巻き込まれ死亡した。ありがとうございます。